はい、皆さんこんにちは。スタジオウィズ、木曜日8時から9時ブレイクダンス担当の龍一です。はい、皆さんトップロックはチャレンジしていただけたでしょうか。はい、今日は、ブレイクダンスの、フットワークというジャンルに、をレクチャーしたいと思います。はい、フットワークっていうのは、なかなかね、これも他のジャンルのダンスにあんまりないと思うんですけど、床に手をついてステップを踏む、こういう、はい、こういうフットワーク、はい、っていうジャンルですね。あのブレイクダンスの中の要素だと思ってください。はい、フットワークの、一番基礎、一番基礎の6歩っていうのを、6歩という名前のステップをやっていきたいと思います。はい、ちょっとね、慣れない人は難しいと思うんですけど、ぜひトライしてみてください。はい、まず6歩、どうなっているのか説明します。はい、まず、前の基本姿勢と後ろの基本姿勢っていうのを説明します。はい、前の基本姿勢っていうのはこの体勢になります。はい、まあ、これ6歩だけじゃなくてフットワークをやるときに前のフットワーク、はい、まあ、こういう前のフットワークをやるときの基本姿勢がこの体勢です。はい、でこれってどうなってるかっていうと、横から見ると分かりやすいんですけど、かかとが地面についてません。はい、こうなっちゃうとちょっと、シルエットがかっこ悪いので、お尻をかかとに乗せる、でつま先立ち、はい、これできますか皆さん。はい、で足はそんなにこう大きく開かない、肩幅ぐらいでいいと思います。はい、この体勢になれましょう。ここが前の基本姿勢、フットワークになります。はい、まずね、でもし きついよって人はちょっとかかと最初ついちゃっても大丈夫なので、だんだんこの体勢に慣れてください。なのでね、今日はちょっと毎日この体勢を、体幹トレーニングだと思って、はい、ちょっとじゃあ30秒何回かセットでやってみるとか、はい、やるといいと思います。だんだん慣れてくるので、はい、この体勢、はい、後ろの体勢の基本が、はい、6歩やるにあたって後ろの基本体勢がこの体勢になります。はい、じゃん、後ろから見るとこう、はい、でここでもポイントが一つあって、フットワークをやるときの手のつき方ですね、地面に対しての手のつき方、どうなってるかというと、2種類あって、ベタ手と縦指っていうのがあります。はい、ベタ手っていうのはもうこの手をベタとつけてやるフットワーク、はい、ベタ手、そうそうそう、縦指っていうのはこのベタ手の状態から少し親指だけ上げるイメージ、はい、どうでしょう、わかるか、これが地面だったらこれがベタ手ですね。縦指っていうのはこの状態です。そう、こうじゃなくて親指の部分だけ少し隙間ができる部分、はい、最初はベタ手の方が多分やりやすいと思うんですけども、フットワークをやるにあたって縦指の方が少し、見栄えがいいかなという気はします。はい、でもちろんフットワークによって使い分けたりとかも全然するんですけども、まあ、最初皆さんやりやすい方でやってみてください。はい、先生は、縦指今日はやってみたいと思います。はい、ではあと後ろの基本姿勢ですね。後ろの基本姿勢は足を開いたら少し肩幅より大きめぐらいかな、肩幅より広め、で少し内股気味にこう、ただこうじゃなくて内股気味、そう、少し内股気味にひねる、引こう、でお尻を上げすぎない、このぐらいですね、はい、お尻を上げすぎないようにこのぐらい、はい、ここからスタートしていきます。はい、で6歩ってなんで6歩っていうかというと、6回分ステップを踏む、
シックスステップとか言ったりもするんですが、6歩、はい。6回ステップを踏むから6歩、はい。じゃあ、まず、で、そうですね、大事なことを忘れていました。ブレイクダンスって、軸っていう、軸手っていうのがあります。はい。なので、右利きの人は、最初は、こっち、うん、6歩っていうのは、ね、こういうステップになってます。はい。これが6歩。なので、右利きの人は右足から始めましょう。はい、で、左利き、うん、左手の方がやりやすいよって人は、左足を出すところから始まります。はい、ちょっと両方今回やってみるので、まずは先生右手バージョンでやってみます。多分右利きの人の方が多いかな。はい、では、まず最初の基本姿勢を作ってください、後ろの。はい、そしたら、まず右足を自分の真横、手と同じラインぐらい大きく出しましょう。これが1歩目です。1、はい、これが1。横から見ると1、こんぐらい。はい、はい、そしたら、左足のここ、足首の部分と右足の膝の裏を合わせるようにドン前に進んでいきます。これが2、はい、もう一回いきますよ。1、うん、1の時に左手は離してください、はい、で2で左足を自分で、ね、膝カックンするんでしとん、これが2です。はい、でこの時体重は右手に乗ってます。はい、はい、そしたら今度この巻きついてる右足、うん、この左足の足首に巻きついてる右足を前に出しましょう。この時ポイントがもうすでにここを出した時にお尻かかとで支えてますね、はい、なのでここから出した時にもうさっきの前の基本姿勢になります。はい、でこの出した足を戻すまでが3ですね。はい、1、2、3、はい、そしたら体重を移動しましょう。手が入れ替わります。はい、今度は左手に体重を乗せますね。そしたらこの左足が今度はさっきと逆で巻きつきます。右の足首にかけるイメージ、はい、これが4、はい、そしたらね右足を元の位置、一番最初の位置、斜め後ろに出します。でこの時に右手をつきましょう、うん、でこの時に左手と同じライン、うん、上に行っちゃったり下に行っちゃったりしないように同じラインにつきます。はい、で最後にこの出ている足を元に戻せば、はい、一周完成です。はい、もう一回やってみましょう。1、右足を出します。はい、今度は左足をダウン、これが2、3、で、この時にはもうお尻がかかとに乗っかるつま先立ちのできれば作ってください。で、手を入れ替えながらこの足が引っかかる。4、右足を斜め後ろに5、手をつきながらこの手は左手と同じラインをつきましょう。この足をドン、で、6、はい、これが6歩です。ちょっといろんな角度でやってみます。はい。1、ちょっと見えづらいかな。1、2、3、入れ替えて、4、5、6、後ろ向きでやってみます。1、2、3、4、5、6、はい、はい、そしたら、左バージョンもやっておきましょう。左利きの人は左足から1で右足を2、はい、で3で
かとを支えるイメージです。はい、体重を移動しましょう。これが4です。で、左足を斜め後ろに5。で、手をつきながら元に戻す6。はい、どうでしょう。もう一回いきます。左バージョンいきます。はい。1、真横に出しましょう。2、元気よく前に。3、お尻をしっかりかかとで支えましょう。手を移動させて、4。で、5。6、元に戻る。はい。っていうふうに、一周した後に、なるべく同じ位置でできると、綺麗ですね。はい。じゃあちょっと右バージョンに戻ります。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6というふうに慣れてきたらゆっくり回数を重ねていきましょう。はい、では慣れてきたらカウントで、でさらに慣れてきたら音楽に合わせてできるようにしていきましょう。はい、では、まず6歩をカウントでやってみましょう。うん、そしたら1、2、3、4、5、6、7、8、うん、まずゆっくり1、2、3、4、5、6、7、8、はい、後ろから1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、で慣れてきたらもう少しスピードアップしましょうか。はい、今度は1、2、3、4って取らないで1、2、3、4、5、6、7、8っていうふうにエンカウント取りつつ、やっていきます。なので1、2、3、4で1周5、6、7、8で2周ワンエイトの長さで6歩2周できると思います。ちょっとデモンストレーションやってみますね。1 and 2 3 and 4 5 6 7 8、はい、この速さです。もう一回後ろ向きでやってみます。1 and 2 3 and 4 5 6 7 8、はい、じゃあこちらを最後に音楽に合わせてやってみましょう。はい、はい、じゃあ音楽に合わせて、はい、最初の準備をしてます。はい、じゃあ音楽に合わせてやっていきましょう。はい、じゃあいきます。はい、4、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、音楽でやるのは最初難しいと思うんですけども、ゆっくりゆっくり、まずは一歩ずつ 1、2、3、4、5、6 しっかりやって体に覚えさせていきましょう。はい、じゃあ6歩のレクチャーは以上です。はい、では皆さん、練習ちょっと頑張って挑戦してみてください。はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。